皆さん、こんにちは。病院薬剤師、ダマさんです。分子式医薬品情報の探し方。今回は2回に分けて副作用情報の提供方法についてお話ししたいと思います。突然ですが、質問です。皆さんは薬剤情報提供書の副作用が症状の羅列となっている理由をご存知でしょうか こちらは、タグリ理素状 80mg の薬剤情報提供書より引用したものですが、ご覧のように症状の羅列となっています。これらはそれぞれ、肝脂性肺疾患、QT 感覚延長、血小板減少、高中球減少、白血球出現少、貧血、肝機能障害の初期症状ということになるのですが、 こういった副作用名ではなく初期症状を提供する理由皆さんはご存知でしょうかその理由を理解していただくためには1997年8月に起こった上田事件を説明しなくてはなりません上田事件とは医学分業の先進地とされる長野県上田市で 薬剤師が薬の副作用などを患者に文書で説明したところ、医師側が患者に不安を与えているとして反発したことなどから、医師会と薬剤師会の争いにまで発展した事件です。同年4月の薬剤師法改正で、薬剤師に薬の情報提供が義務付けられたことを受け、文書による情報提供に乗り出したことが、医師側に、 診療への介入と受け止められたことが原因です上田事件は全国に衝撃を与え情報提供義務があるとはいえネガティブ情報の提供の難しさを痛感させた事件となりましたもう一度タグリストの薬剤情報提供書を眺めてみましょう上のような症状の羅列でなく 下のような重篤な副作用名を提供したら、上田事件のような大問題になるということになってしまいます。そのような状況から、当時は重大な副作用を初期症状に読み替えるための情報集が次々と発行されました。ご覧のような図書ですが、若い方はご存知ないかもしれません。 一度、病院の本棚を探してみてください。おそらく捨てられずに残っているはずです。この件に関して、さらに理解を深めようと思えば、薬剤手法25条の2と、インフォームドコンセントの法的機能についてお話しなければなりません。誰もがご存知の インフォーマドコンセントですが実はご覧の二面性がありますまず主たる機能それは重篤な副作用の告知です目的は同意の取得のために行い医師のみが行うことができます行うべきタイミングは投薬の時点これを怠ると違法ということになります一方重たる機能として 副作用回避情報の提供があります。主目的は、薬害の防止。医師または薬剤師が行うことができます。行うべきタイミングは、時間的経過の中。もし行わなければ、注意義務違反として過失に問われます。つまり、上田事件は、医師しか行えない、 重篤な副作用の告知を行ってしまったことが最大の原因と言えることになりますではどうすればよかったのか重篤な副作用の説明の実際についてご説明しますフェニトインによる点の説明を具体例として挙げたいと思いますまず A の段階医師が説明します この薬により皮膚の病気あるいはアレルギーが起こることがあります。次に B の段階。これは医師でも薬剤師でも構いません。皮膚の病気を防ぐために、〇〇の症状が起こった際に三角三角の対象をとってください。 さあ、クラウド型医薬品種で探しましょう。タグリストの PMDA リンクをクリックします。すると、薬のしおりのリンクがあることに気づきます。薬のしおり。これは、一般社団法人、薬の適正使用協議会が作成したもので、 多くの薬剤情報提供者のモデルとなっている情報源です。タグリストの薬の使用医は、ご覧の通りですが、一つ気づくところがあります。そうです。重篤な副作用名が付記されているのです。その理由を探るために、平成17年9月に、 公開された薬のしおり有方検討会の報告書を読んでみることにしましたその中では新しい薬のしおりに向けての提案が記載されておりその中に初期症状の記載の後に該当する副妻名を合わせ記載すると明記されていました このお話、後編に続きます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。